誰の手に渡るのか。スコーピオ杯決勝、現在1番人気はグランプリウマ娘、5番マルゼンスキー、虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はここまで無敗三冠ウマ娘、1番マルゼンスキー。さあ2番人気はこの子、グランプリウマ娘、レーシンフラッシュ、十分に勝利を狙えますよ。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは1番マルゼンスキー、5番マルゼンスキー、8番マルゼンスキー。これから第2コーナーへかかっていきます。1番マルゼンスキー快勝に飛ばしていきます。先頭をかけます。1番マルゼンスキー、2番手の位置で先頭を伺うのは5番マルゼンスキー。1馬身差、8番マルゼンスキー。向こう正面に入って、先頭から進路までおよそ15馬身。先頭は1番マルゼンスキー、単身で飛ばしていきます。続きました5番マルゼンスキー、あとは8番マルゼンスキー。その後単葉マシン開いてゴールドシチー、待機シャトル5番手。その後単葉マシン開いて6番ナイスネイチャー、少し後ろからレーシングフラッシュ、9番ナイスネイチャー並びかけてきた。2馬身3馬身開いて4番ナイスネイチャー、意気揚々と先頭行きます。1番マルゼンスキー、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。ありがとうイルカちゃん。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。先頭1番マルゼンスキー、レースはよどみなく進んでいます。続いて5番マルゼンスキー、大手足を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。レーシングフラッシュ、前を狙っていると。気持ちよく逃げている1番マルゼンスキー、まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最終コーナー最初に立ち上がったのは1番マルゼンスキー、残り400。1番マルゼンスキー、最強の座をものにしました。2着、タイシャトル。3着は5番マルゼンスキー。